サイドはつきたいと思うようなカウントでありますよね。さあ、ワンアウト一塁二塁、トゥートゥーピッチ、うん、これはどうだ、ファーストの横、さあセカンドランナーはサード回って中島がホームイン、2点差になりました。足の速い磯畑もサードまで来ています。サードなんですか、これは審判団がすぐに集まってますよ。いや今ね、磯畑選手に当たったんですが足にね。なるほど、となるとこれアウトになりますか、まあ、記録はヒットですね。ヒットで磯畑がアウトになるという可能性がありますね。なるほど、今審判団が、まあ、いわゆるマリーンズサイドからアピールのようなねありまして、そして一度審判団協議となっています。となると磯畑のさあということでアウトになりました。磯畑がアウトの判定、ボールが当たったということで審判団が確認したということですね。ただ磯畑アウトにコールされましたが、ここはリクエストもありそうですか。はないんじゃないですか、まあ、これはもう明らかに当たってますので。でこれ今リクエスト、すね、あたりになってますよね。すねあたりですか。ということでサードランナー、ただ磯畑は戻る気ありませんもんね。となるとなで、お磯畑はやはりアウトですね。で中島はセカンド、そのままになるんですか。セカンドに残るんですか。さあ季節見いきましょう。ただいまの判定についてご説明いたします。一塁走者の磯畑選手が打球に当たりましたので磯畑選手をアウト、得点した中島選手を二塁に戻し、近藤選手一塁で、一二塁でツーアウト一二塁で再開いたします。ということで結果得点にはならなかったというシーンでした。